痩せるために運動しようと思っても習慣にならない。動画やメニューが溢れかえって何したらいいかわからん。そういった方におすすめな、全身鍛えられて代謝が上がって使われる筋肉が一種目でたくさんあるメニューを紹介していきます。胸を鍛えたい、腕を細くしたい、お腹引っ込めたい、背中の肉取りたい、いろんなメニューがありすぎますよね。今回は使われる筋肉が多いだけに、どっかの筋肉がめちゃくちゃ辛いっていうわけではないので、効くんだけどやりやすいんです。全部20秒、なんとか頑張れるかなっていう時間になってますんで、一緒にチャレンジしましょう。一番おすすめなメニューは一番最後に行いますんで、まずはステップを踏んで頑張っていきましょう。膝を抱えて腹筋使って腰のストレッチを行っていきます。スタート。これがまず反り腰解消や下からぽっこりの基本になります。腹筋使って腰のストレッチができないといけません。 OK、 次はうつ伏せです。手を脇の下について足肩幅、上体を反らしてキープです。この時にできるだけ股関節が床につくぐらい上体が反れるといいです。あんまりこうなっちゃうとちょっと硬いって証拠です。 OK、 次は足を伸ばして肩の下に手をつきます。指外向けます。このまま膝を曲げたら、お尻を持ち上げる。このままお尻をこの時できればお尻が床につかないように持ち上げたまま繰り返していきます。全身使える種目です。いきましょう。お腹を持ち上げたら、お尻を引いて腹筋使う。肩甲骨を寄せて背中を使ったら腹筋。これめちゃくちゃおすすめな種目です。OK、 ちょっと深呼吸をして、これをもう一回行っていきます。手首対して少し振ってください。いきましょう。スタート。これ背中を使うことができるんで、しっかりね、体を持ち上げると背中が使えて代謝アップです。OK、 それでは仰向けでいきます。一気にレベルが上がります。できる人はこのままかかとで体を持ち上げる。持ち上がらない人は手を床について体をグッと上げてください。これで弱い背中あたりを全部使います。いきましょう。できる人はね、手を使わずに体を持ち上げて、もも裏、お尻、ふくらはぎ、腰、背中全部使えてます。OK、 ちょっと腰を丸めて、これをもう一回いきます。いきましょう。スタート。もも裏が使えてたらバッチリ。スクワットよりもね、足痩せにも効果的です。お尻、太もも、形が良くなります。オッケー。ちょっとね、使ったと思うんで、このまま膝をね、交互に揺らしましょう。今のね、体を持ち上げるバージョンアップを次いきます。痛くならないようにね。オッケー。もう一度足を伸ばして、今度は足を持ち上げた足を組む。片足です。片足組んでいきましょう。頑張って。スタート。きつい人はね、手で床を押してお腹を持ち上げてキープ。できる人は手を使わずに、これめっちゃ鍛えられてます。
じゃあ反対行きましょう。頑張ってね。何回数できたらね。はい、スタート。弱い部分を鍛えていきましょう。体の背面をね、全体的に弱いはずなんで、しっかり鍛えると体のラインが良くなります。ケツも痛え。よっしゃー、オッケー。今度は足を組まずに片足。これマジきついんで、途中で足入れ替えてください。ちょっとやってみると、こう足組み替えて、できる人は10秒間いきましょう。あと、できる人は片足で10秒したら入れ替える。うわー、むちゃくちゃきつい。よっしゃ。きつい人はね、こまめに入れ替えて。おお、キック OK。 おお、これむっちゃきついな。これやべえな、これ。そして今度は座った状態から足を伸ばします。このままゆっくり足を持ち上げながら倒れて、腰がついたらキープ。20秒です。できるだけ低い位置の方がいいです。いきましょう。あと、腰ついたらキープ。バランス取って息は長く吐きましょう。できる人は手は脇の下で体を持ち上げて、ここでキープ。低い位置でキープ。辛い人は膝ついて、持ち上がらない人は寝たまま床を押すだけでいいです。上げようとするだけでいいです。いきましょう。できる人はこれ、低い位置でキープ。さらにできるよって人はね、体を動かしてみて、こうやって。きつい人は膝ついて、オッケー。さあ最後、お腹を絞っていきましょう。筋膜リリースすることでお腹の脂肪が早く燃えます。足はね、カエル足。この状態で胸張ってお尻前、体をひねるだけ。いきましょう。スタート。最後しっかりね、お腹絞っていきましょう。体を少し上に引っ張りながらお腹を絞ります。できれば腰がね、ついていかないように腰から上だけを振る感じです。その方が腹筋が絞れます。体回すの難しいよって人はね、肘を後ろにね、引く感じでするとしっかり絞れます。これでも背中がね、しっかり使われてるんで。オッケー。よく頑張りました。一種目でも全身使えるのに、それを数種目分けて行ってるんで、めちゃくちゃ効果的なメニューになってます。2日に1遍を目安にやってください。